7レースの予選競争が始まります。対戦メンバー1号艇愛知柳沢はじめ、2号艇岡山森谷美穂、3号艇山口柳生泰治、4号艇埼玉須藤博道、5号艇群馬土屋智則、6号艇三重新田雄志、以上6名の対戦です。初日はまくり出して勝っています。1番の柳沢、連勝をかけて1コースから。続いて2コースが2番の森谷、初日後半は道中さばいての2着でした。初日逃げて勝ったのは3コース3番の柳生です。そしてダッシュが3艇、前半陰線は抜きでの勝利でした。4番須藤、4コース角から。5コースは前半アクシデントに終わってしまった5番の土屋、そして6コース6番の新田、初日後半はスタートを踏み込んでいきました。枠なり3対3、スタートまでは10秒を切ります。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。内降りでは少し2コースが遅れた体型になりました。1周1マーク、1番の柳沢は逃げる展開、3コースから3番柳生、真ん中バッテという展開も、1番の柳沢がここはしっかりと逃げました。2番手内をついて3番柳生、さらには4番の須藤、外からは6番の新田と続く展開。スタートは前提正常でした。2番手らせへ内から上がってきた4番須藤が2幕先に回る、ここに3番柳生の差し届きました。2番手らせは3番柳生がインコース、ここで4番の須藤わずかにかわしていきます。その後ろ内から切り返す体勢は6番の新田、さあここは3艇の攻防、これから2周1マークの旋回、6番の新田のアタック、これを3番の柳生がさあかわしますが、ちょっと外やや膨らんだ、内から6番の新田のへさき届いてきました。2番手らせいです。さらにその後ろ内から4番の須藤も上がってきまして、3人横に広がってきました。2周2幕、2番手らせい、4番の須藤が先に回る、ここに2人が内をつく、6番の新田と3番の柳生、3艇の攻防は再びインコース、3番柳生が前に出ました。時計前では3番柳生1点進リード、レースは最終周回です。その後ろ今度は内側切り返す体勢が4番須藤で、最終の1幕3番柳生がかわす、そしてその後ろ6番の新田が差し返す展開ですが届いていません。6番の新田はこれ4番で交代、3番手には4番の須藤が上がって、これから最終ターンマーク、先頭が1番の柳沢、そして2番手が3番の柳生、4番須藤が回って、最後その後ろ新田は離されての4番手になりました。先頭1番柳沢合輪、3番柳生合輪、4番須藤合輪、6番新田合輪、2番森谷合輪、5番土屋合輪。朝の時間帯の雨は次第に上がってきました。水面上です。予選の2日目を迎えます G1 トラプリムローズ開設68周年記念、今日も最終レースではドリーム戦を控えます。2日目の水面上、風は今のところは微風のコンディションです。わずかにスタートライン付近追い風傾向という状況で、第1レース予選競争が始まります。対戦メンバー1号艇静岡河合勇気、2号艇群馬土屋智則、3号艇東京今泉優吾、4号艇埼玉松本純平、5号艇佐賀深川真嗣、6号艇福岡新海渡る、以上6名の対戦です。1コース2コースの2人、現在はオレンジ V 横あたりの位置、1コースに1番の河合、動いてスタート展示同様の2コースに5番の深川です。3コースは中段位置に構えます2番の土屋、そしてダッシュが3艇、4コース角が3番の今泉、5コースに4番の松本、6コースに6番の新海と決まります。
スタートまで10秒を切りました。第1レース、進入体系はインコースから1番、5番、2番、3番、4番、6番です。スタートしました。3コースがだいぶ遅れた体系になりました。1コースから1番の河合はここは逃げる展開、まくっていくのが3番の今泉ですが、ちょっとこれは流れてしまった。押し切った1番の河合が逃げる展開、内をついて6番の新海、2番タラスイ、さらに外は4番の松本。スタートは前提正常でした。2番タラスイ切り返していくのは内から5番の深川、さらには2番の土屋。さあ2枠外を回って6番の新海がかわしにかかる、さらに今度は刺して4番の松本。さあこれから2周目、ここで外枠3艇の2番タラスになりました。後方では2人が大きく遅れています。レースは2周目に移って、先頭は変わらず1番の河合、2周1マークの旋回です。2番手はここで4番の松本、6番の新海、内をついてという体勢で、この争いから5番の深川交代です。後方では2マーク付近3番の今泉、現在演奏状態になっています。レースはこれから2周2マークとなります。先頭が1番の河合でホームストレッチへと移ります。なお2番の土屋は妨害のため失格、2番の土屋妨害のため失格です。また3番の今泉演奏のため失格、3番の今泉は演奏のため失格となりました。このレースは2艇失格で最後のバックストレッチへと上位3艇が移ります。先頭が1番の河合、2番手水槽、4番の松本、3番手に6番の新海です。これから最終ターン幕の旋回、このレースは2番の土屋妨害のため失格、3番の今泉が演奏のため失格です。最終ターン幕の旋回、自己艇酒田の旋回で最後のホームストレッチへと移ります。先頭1番河合ゴールイン、4番松本ゴールイン、6番新海ゴールイン、5番深川ゴールイン。G1 戸田プリムローズ開設68周年記念2日目の戦いをご覧いただいております、午前中は雨、そこから雨が降ったり止んだりしながら、どちらかというと、天候に関しましては回復傾向、風もそこまで強く吹くことはなかったですね。追い風が3メートルぐらいというような時間帯もありましたけれども、ほぼ競争水面には影響なくというと。ここまでドリーム組はだいぶ明暗が分かれる展開となっています。 G1 戸田プリムローズ開設68周年記念2日目最終レースとなりました。12レースはウィンクドリームです。対戦メンバー1号艇福岡瓜生正義、2号艇岡山茅原裕樹、3号艇愛知池田浩二、4号艇群馬関博也、5号艇埼玉中田龍太、6号艇山口寺田翔、以上6名の対戦です。戸田は久々も初日は2連体のスタートを切りました。1番の瓜生が1コースから、1番の瓜生陰線人気の中心です。2コースに2番の茅原、早くもエンジン手応えつかむ動き、3コースこちらは初日は痛いアクシデントがありました。3番の池田、4コース角には4番の関、初日後半は3着と後半は立て直してきました関、そして連勝と絶好のスタートを切った5番の中田が5コースから、初日は3着争いという展開でした。6番の寺田6コース、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースからトップスタート踏み込んでいます。1番の瓜生、
ここは逃げる展開に持ち込んでいく。3コースから3番池田のまくり届かず、内をついて2番の茅原追走、1番の瓜生逃げましたがすぐ後ろ、アウトコースにつける3番池田、内から2番の茅原もわずかな差で続いています。スタートは前提正常でした。1番瓜生のリードはわずか2幕の旋回。さあ追いかける3番の池田、2幕内をついて、ここは差しが届くか、先頭争い追い詰める。池田の差し、へさきが完全に届いた。1番瓜生の内並んできました。池田トップ争いに持ち込んだ。レースは2周目に移っています。さあここで並んで内から3番の池田、1幕は先に丸体制、ウリュウの差しは届きません。ここで先頭逆転。一方3番手競りかけた関でしたが、茅原はしのいでここは3番手抜け出しています。3番の池田が先頭、リードは3停止と一気に広がりまして、1番のウリュウは2番手。2周に幕の旋回です。3番手は2番の茅原回って、追いかけるのは5番の田から4番の関、やや競り合う形。6番の寺田最後方、3番手2番茅原のリードは広がりました。レースは最終周回、先頭2番手差は4停止まで開いてきています。3番池田先頭、最後のバックストレッチへ移ります。1番の瓜生が2番手、3番手変わらず2番の茅原、茅原は大きく抜け出しての3番手、最後のバックストレッチへ移ります。1周2幕の逆転劇でした。先頭3番の池田浩二、最終ターマークの旋回、最後はリードを広げます。1番の瓜生は2番手、3番手に2番の貝原、3番1番2番の組み合わせは 59.5 倍です。先頭3番池田五輪、1番瓜生五輪、2番貝原五輪、4番5番の順で五輪、6番寺田五輪。